はい、どうも皆さんお疲れ様でございます。ターポンです。ターポンが実況するホライゾンゼロドーン、今回第8回目ですね。続きの方をプレイしていこうかなと思います。前回からですねクエスト、の続きからやっていきます。義勇団長の行方を追ってですねだいぶ、進んできましたけども、前回ちょっとその戦闘が起きたところを調べて、今回でいうところでいうとここの地点に向かいたいなと思います。で、いろいろですねあのマップを開拓前回しましてですね、このトールネックというのがいわゆるこの、まあ、マップ全体が把握できますよみたいな感じのこうポイントなんですよね。でそこでこういろいろ開拓していくということで、まああんまりよくわかんないねマークとかも出てたりとか、してるので、まあ録画してないところでちょっとマップ開拓しつつ、まあ、サブクエストまでやっていこうかなっていうところが、今回の進め方になるんですけども、早速クエストの続きからね、やっていきましょう。多分あそこの塔ですね、になります。でもすごいですね。もうほんとこんな古代の遺跡がこんな感じで残ってる。なんかあれですね。面白い感じがしますね。これは何だ？西への爪楊枝。報酬の箱。おー、これいろいろあるんだ。ちょっと開けてみましょう。あ、これあれだ。お、すごい。やった。武器改造コイ。おい。衣服の改造。よしよし。シャード。特殊アイテム。シャードがね、ほんと大事なんですよね。で、容量。容量はね、大事ですね。薬。魚の骨。魚の骨か。あー、武器の容量。資源用カップ。あははは。そう、結構ね、動物狩らなくちゃいけないんですよね。アップグレードするのに。ちょっとその辺は、あれですね。難しいですけども。資源容量。資源は結構ね、多くした方がいいの。全アップグレード完了。お、やった。これで、いくらでも資源が持てるから、これですね。これいろいろ。まあ、これで、あとは、で、販売しちゃえばね、いくらでもできますから。いろんなアイテムを持てるっていうのは、一ついいかもしれない。電撃コイル。結構、衣服もね、いろいろあるんですよね。はいはい。アップグレード。うんうん。隠密の狩人。これかっこいいんだよね。ちょっと装備してみると、こうやって服も変わります。ちゃんと。これがね、僕いいとこだと思うんですよね。じゃあ服を変えていきましょうか。うん。なんか信号は、アニマルキル。よし、これは使える。七面鳥。このハイライトがね、すごい結構使いやすいんでね。よいしょ。ここだ。この塔に登ればいいのかな。これがソナの伝令が話してた高台か。登りましょうか。ここだ。行ってみましょう。この辺だ。確かに野営してますね。周辺を調べる。あ、足跡がある。ここで休憩を取ったのか。焚き火を調べる。奇襲を受けた後だ。苦労したに違いない。これは矢の部品。矢尻だ。義勇団はここで武器を作った。弓を調べる。あの弓は使い古されてるな。これか。好き好んで置いていくわけがない。かなりの被害が出たのか。
これなんか足元がちょっとギリースーツみたいでちょっと可愛いですね。あ、でこれか、包帯か。怪我をしたのは伝令だけじゃなかった。じゃあその本体、血痕が見つかるかもしれないな。フォーカスを使ってみよう。足跡をハイライトしていきましょう。怪我をした人たち、した人はどうやら薬が、ここを通って、そうですね、血痕が結構負傷したのかな。痕跡、靴と血だ。その後義勇団はあの尾根に向かったみたいだな。なるほど。でもよく登れたよねこれ。でもよいしょ、足をたどっていきましょう。おっ、うわっ、魔が好きだ。やばいな、レベル12か。10しかないけど俺。ちょっとどれぐらい苦戦するか見てきたいからやろうかな。いや怖いな。おっ、やべ、後戻りはできない。来た来た、やべ、危ねえ。フラッシュだ、こいつらフラッシュすんだよな。あぶねえ。よし倒した。うわ、何これ気持ち悪い。おい、ダメージ食らうし、いって。怖っ、気をつけなきゃ。あ、でもなんか、あ、一瞬混乱みたいな感じになるのかな、この炎のベローバック。え、何ベローバックって、あれ強っ。18じゃん。マジで言ってんの。どうしようかな。セーブポイントが近くにあったらセーブしちゃうけど。いや、レベル18はさすがに無理じゃね。やばくなったら逃げる方式でちょっと戦闘してみる。3体だわ。怖っ、気をつけなきゃ。あぶね。なんだよベローバックって、結構でかいな。でかっ、弱点も大きそうだけど。よし、とりあえず痕跡をたどっていくのを優先でいきましょう。ソートゥースの残骸、ソナが倒したのか。なら近くにいる。ソートゥース調べる。あ、いた。あんたがもしかして。私がいて運が良かった。1秒遅ければお前はあのソートゥースにやられていただろう。あと 0.5 秒あれば自分で倒してた。あなたが団長ソナ、バールが探してた。この声は無事か。
この声はどっかで聞いたことあるな。自分の手でマガツキを倒してた。心配してたよ。部族に必要なのは強さ、干渉ではない。試練を襲った者どもを追っていた。必ずや報復する。お前は？もちろんそのつもり。証明しろ。手を貸してもらおうか。ついてこい。は、ちょっと想定数物資もらいます。呪われし大地。あの地には古の者たちの罪が埋められている。コラプターという悪。一度倒した母の眼差しで。本当だろうな。その言葉が嘘だ。コラプターか。ちょっとセーブポイント見つけてからセーブさせてください。コラプターって炎じゃなかったっけ。確か忘れちゃったな。まあ、随分勇ましい方ですね。なんか服いろいろ集めたいな、せっかくだから。あれはいるな。武器はある程度いいもん手に入れたから。うーわ、なんか黄色はない。敵の人間、カルトの人たちがいるな。黄色は人だ。箱を調べる。だいぶ前、幽兵を下の森に隠れさせておいた。合図を出せば攻撃するはずでは、敵と悪魔どもが勝ってはいる。我らにはこの煮えたぎる怒りがある。大丈夫、怒りで。それだけじゃないさ。なんだ、あのブレイズだ。あいつらはあれを爆破に使って、ここを掘り起こすために。ということはあれに火をつければ。どうかん。なら早速始めよう。ちょっと待て、急ぐことはない。近づく時間が必要なんだ。もし気づかれたら始めてくれ。なるほど。お手並み拝見と。まあ任せてくださいよ。ブレイブの容器を破壊する。 あれか。1,2 どうやっていこうかな。外側から下降りれる。下に気をつけろ。ブレイブは2人いるのか。見えてないからこいつをやる。悪いな。出加減はできん。行きます。行くぞ。さあ戦闘開始だ。ケイ、いてててて、危ねえ、混乱です。危ねえ、危ねえ。あなたの方は、かぼしゃ、いてててててちょっと強くないですか。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。よし、くそったれ。やべ、弾がね。よっしゃ。夜の力を見よう。ほい、えい、いてていて。
いでいでいで。よっしゃ。あ、当たるかよ。悪い。燃えろ。悪い。倒したぜ。よいしょ。回復使って。こいつら回復アイテム落とすみたいだね。よいしょ。いや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 、大変でしたよ、ほんと。いやいやいや、敵が強い。で、強いっていうか。こいつらは厄介だなぁ。じゃあちょっとソナに話しましょうかね。お、いいアイテムが落ちてるぞ。ダメージコイル。よし。いいや、まだいるはず。奇襲の時に数えたが、もっといた。ほほ。いざとなったら、薄汚い奴らの影を槍の裾まで追ってやるさ、必ず。怪我して血も出てる。私の体のことなどどうでもいい。誰もあなたの決意は疑わない。でも休まないと。彼女の言う通りだ。その傷を癒さないと。バール、ここで何をしている。命がけで門を守れとお前に言ったはずだ。ああ、守ってたさ。戻った伝令からアーロイに会ったこととこの場所のことを聞かされるまでは。門のことは心配いらない。俺はここにいる。一緒に復讐を果たす。それもダメなのか。ああ、私は周りを見回ってくるよ。他の襲撃者がどこにいるかわかるかも。好きにしろ。みんなそうしてる。母さん。発掘現場を調べる。ちょっと調べてみましょう。ブレイズの跡をたどる。こっちですね。なんかあるぞ。副隊長、この1ヶ月、ブレイズの爆発事故で大勢が命を失った。ここ鉄の広場では予防措置として全ての備蓄を収容設備に格納してある。ほほ。突然暴発などしないようにな。兵を配備して出入りも制御している。同様の措置を取るよう進める。でなければさらなる犠牲が。ティラン補給部長、以上。うん、基地の中にブレイズの備蓄がある。それを破壊すれば勝てるな。じゃあそ、見つけたぞ。残りの奴らは鉄の広場で野営をしている。聞いたことあるか。奴らめ、鉄の広場は悪魔の悲しみの遺跡にある。あそこは禁忌の大地だ。大長老に面会を求め特例を申し立ててみる。そんな時間はない。流血は流血を呼ぶと言うだろう。呪われているなら復讐で浄化すればいいじゃないか。なんて罰当たりな。お願いだ団長、禁忌を破るんだ。悪魔の悲しみは呪われし大地だ。だが天命の使者の祝福が守ってくれるやも。では偵察隊を送ろう。部隊を赤の小玉の崖に集結させて、そこから攻撃を仕掛ける。ほほ。いい計画だな。後で。よし、メインクエスト義勇団長の行方クリアしました。クエストの報酬は1750ということで、メインクエスト追加、野良族の敵討ちということで、へーへーへー、ほほ、あーはははは、あーこれだってことは、これやった方がいいのか。そうだね。野良族のせいなんちゃ話ですよ。マガツキ汚染されてきてよ。そうだよね。一回戻ってこなくちゃいけないっていうのを考えると、ここまで行った方がいい気がするし、こ
にあれだな。はー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 。そうですね、どうしようかな。結構次のエリアがここまで行かなくちゃいけないのか。したらここのクエストはやっといた方が良さそうだね。で、多分ここにね、あると思うので、ここに行こうじゃん。よし、そうしよう。とりあえず上に上がろう。たたたたたたた。いやいやいや、しかし激しい戦闘でしたよ。結構、ダメージは本当に大きいので、結構そのあたり気使わないとダメですね。バカバカ攻撃してるだけじゃ。これなら早い。意外とすぐやられてしまう可能性も高いんで、とりあえず薬を集めて、たた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 。僕も一回食べたことありますけど、ヴィンテージポイントってなんだろう。ヴィンテージじゃねえや、ヴァンテージポイント。ヴィンテージでちょっとなんかあれだ、おしゃれになっちゃう。いろいろ海賊の山賊の八重地。ダメだな、山賊を海賊って言っちゃうな、どうしよう。ここですね、ヴァンテージポイント。これなんだろうね、ちょっと行ってみましょう。お、なんだあれ、箱、あ、箱ある、箱あるぞ。すぐ使うことになるな。よっ。あっ。バンテージキャッシュを開く。あー。世界滅亡ダイアリー。おおお、これか。13の時、ここに忍び込んでいたずらした。俺とあいつ、スターって名前だった。初めて逮捕された。マーチ一家の記念日ってとこさ。ほうほうほう。俺はクソガキだった。大地が雨を求めてる。私はいらないけど。は。これだ。おお、資源がいっぱいある。すべてと。冒険家博物館。必要になることがあるかもな。この辺はウォッチャーですね。マガツキになるとより凶暴性が増すってことなんだよね。まあまあまあ、あの辺は大丈夫です。よし、じゃあここか。遺跡に山賊がいるってバールが言ってた。ここあれが野営地か。野営地です。警戒した方が良さそう。とりあえずじゃあ次のメインクエストのとこまでちょっと行って、で録画してないときに山賊の野営地行こうかな。ちょっとここまで行きましょう。ちょっとメインクエストを進めるっていうのをね。こうメインでやっていきたいんで。まあ道中何かいろいろこの辺とかはさ、こうね、こういうのってさ、多分その現代の時の名残みたいなもんなんだろうね。あ、なんかいるな。あれなんだろう。あれストライダーかな。おわ、いる。結構いるなぁ。これはグレイザーか。近づいて倒しちゃう。オーバーライドできない。機械のことをもっと調べれば。お、ローターブレイ。
はあ。よし。今のうちにとって。ほほほほ。よいしょ。あ、どうも。あぶねえ。あ、いいいいいい。よし、倒した。なんか落としたな。ブレイズ。オッケー、オッケー。警戒してどうも。待てい。えい。おりゃ。おい。よいしょ。よし、全滅させたぜ。よし、結構いろんな資源がもらえますね。ここだ。焚き火があるといいな。あ、ピックリマークがあるからサブのクエストもあるね。スライダーが近い。経験値稼ぎをさせてもらおう。おーい。あー、で、あとで商人行こう。さあ、とりあえずじゃあ来ましたね。ここが母の頂。ここは集落なんですね。どうも。私に何が起きたとしても、まるで軍の施設だ。この村に見てみないがあったはず。どうも、すごいですね、いろいろ。あ、そうやって立ってるのも悪くない。死者になったって。いろいろ考えることができる。ドラルと話す。大丈夫か。ああ、怪我してむしろ良かった。教訓にもなるだろうし、あなたも気をつけてね。あらら、大丈夫ですか。全速力のグレイザーを追ってて、熱中しすぎちゃってちゃんと前を見ていなかったのよ。そしてそのまま機械路の入り口に。あら。機械路はどこにあるんだ。わからない、探しちゃダメ。なら避けるべき場所を教えて。賢いわね。でも忠告を聞き入れるほどではないってこと。いいわ、あなたは大人、止められない。ここからまっすぐ来た赤の牙の先、山の側面にあるわよ。お、分かってるわね。近寄ったらダメよ。それは行けってことかな。機械路シグマ。はあ、シグマオーバーライド。あ、これだ。人殺しを、そして彼らの部族をお忘れください。あんたは、君は死者か。異端児だったんだろ。金髪だわ。俺の仲間が、仲間が、その、どうした。襲撃者と戦ったんだろう。試練を襲った奴らだ。大勢を助けたって。ああ、全員救えていたらな。君は、その、この人の服かっこいいね。襲撃者を追ったんだ。黒い羽がかっこいい。お前の仲間が殺されたかもしれないのか。殺されるよりひどいかもしれない。ん、どうして欲しいんだ。はっきりしてくれ。どうした。仲間を探してくれ。はあ、マガツキを倒すことばかりを気にしていて、遺跡の淵にいたことに気づかなかったんだ。君は死者だろ。君は悪魔の渇きに行っても罰せられない。でも頼む、俺たちに情けよ。このことは誰にも言わないで。そのことなら心配しなくていい、信じろ。お前の友人のことは何とかしてみる。機械たち。サブクエスト追加、聖域。お、レベル10だ。悪魔の渇きで義勇兵たちを探す。悪魔の渇きはそうですね、ここですかね。この辺か。
あ、バンテージポイントもちょうどありますね。クリアするとバンテージポイントは緑になるようですね。じゃあ山賊の H とか行きつつって感じになるのかな。ちょっとサブクエスト結構出てきましたね。まあサブクエストはちょっと録画しないところでね、やっていくんですけども、ちょっと全員の方に話を聞いてみましょう。どうも、義勇兵、テイムさん。母の頂きで力を貸してくれ。声がいいな。私？ああ、お前は義勇兵だろ。ああ。イノシシの皮がいるんだ。マントや鎧の修理で、法政師の手に擦り傷が絶えない。東にイノシシの狩り場がある。滝の先だよ。でも機械がはびこっててな。機械を見て、狩りをやめて、隠れたんだ。矢をつがえたが、そしたら…生きながらえることを恥じる必要はない。違う。指輪を落としちまって。あれは俺のお守りなんだよ。母方のばあさんがずっと昔に機械の顎から削ったものなんだ。なるほど。そんなに指輪を信じてるのか。あんなことがあって、俺にも川と同じくらい運が必要なんだよ。じゃあ探してみるよ。助けてくれたらありがたいんだが、焚き火のところにいるからまた来てくれ。了解。カリンの運。ほほん。あ、イノシシの顔を4枚入手する。テイムの腕を、指輪を探す。おーい。バールとソナと赤の小玉で落ち合わないと。クエスト開始。あ、ここから出ると、ここに行きなさいよと。なるほど。ああ、お前か。異端児から使者になったって。弓と槍の名人だってな。誰よりも腕がいいと聞いたぞ。お、どこかで腕試しをやってるらしいな。興味はないけど、他にやることがあるからな。おお、なるほど。ひよっこの野良の相手なんて死者はしないか。機械や襲撃者狩りで手一杯だよな。ま、魔がつきや悪魔どもと戦うなんて俺はしないけどな。でも巡り谷の狩り場で太陽を手に入れたぞ。お前はまだそこまではたどり着いていないのかな。太陽、太陽を手に入れたって。俺は3種類の異なる矢で機械を倒したんだよ。氷、雷、炎の矢だ。腕試しするなら装備を整えとけ。だが死者ならいつでも準備万端だよな。お前は誰でも挑発するのか。そいつが赤毛で評判のいい死者だった時だけさ。そんな奴がよく来るのか。今日はお前が初めてだな。もしも狩り場へ行くつもりなら灼熱の太陽を手に入れてみろ。そしたらお前の勝ちだ。やってやるさ。腕試しを追加する。セーブしよう。セーブセーブ。あ、ショーにいるからちょっといらないものを売りましょうか。何考えてる。何か買いたい。おーい、気に入るものは。で、売却。商人との取引でいるんですよね。ちょっとこの辺は取っとこうかな。買い取ってくれる。よし、何かいいのはあるかい。この辺はまあ進むことによって変わってくるって感じですかね。拡大し耐久性と、はははは、はあはあ、なんかちょっとかっこいいやつがいいなかっこいいのがいいな。守護者、ウォッチャーのレンズ。どの子上がってくるとこういろいろかっこよくなってくるって感じですかね。羽ついてるやつかっこよかったんだよな、さっきの記憶着てるやつ。まあまあまあ、そんな感じですかね。それじゃあ行くよ。繁盛するといいな。どうも、まったくだ。
はい、というわけで皆さんね、ご視聴いただきましてありがとうございました。次回はですね、まだメインクエストの方を続きからプレイしていこうかなと思いますので、楽しみにしておいてください。というわけで次回もお楽しみに。お疲れ様です。